桐生ドリーム戦1号艇赤坂俊介選手です。よろしくお願いします。お願いします。約2年ぶりの桐生ということになりますけれども、だいぶ久しぶりという印象ですか。そうですね、はい、はい。さて今節は68号機ということなんですけれども、昨日はね、あのタイム計測のみということでしたけれども、その中でちょっと分かる範囲というのは何かありましたか。ちょっとよく分かんなかったです、はい、そうですか。あのプロペラ見た感じとか前走車の感じはいかがだったんでしょうか。プロペラの形は自分的にはあのいい感じかなと思っているので、あまり、大きなことは考えてないです。はい、そうですか。近況はあの2節、ね、連続輸出ということですけれども、ご自身の中でリズムはいかがですか。いや、まあ、変わらずそんないいとも思ってないです。はい、そうですか。はい、今節はね4日間のショートシリーズとなります。最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、一節間精一杯走ります。桐生ドリーム戦2号艇重野聡選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて今節は45号機ということですけれども、数字ありますね。数字ね、はい、あります。動きの方は昨日分かる範囲でというのはいかがだったんでしょうか。はい、本当に分かんないですはい、まあね、ちょっと水面も荒れていて、はい、安定盤という状況の中でしたから、はい、でもあの昨日はそのプロペラなどをご覧になってっていうのは聞きましたか。はい、見たんですけど、自分の思うようなゲージプロペラじゃなかったんで、はい、とりあえず今日乗ってみて、はい、あの確かめようと思います。あ、そうですか。さあそれでは今シリーズの意気込みを最後にお願いいたします。はい、一生懸命頑張ります。応援お願いします。桐生ドリーム戦3号艇中辻博之選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の前傾は安定板がついた中でという中でありましたけれども、はい、今シリーズは71号機昨日乗った感触というのはいかがだったんでしょうか。ちょっとわからなかったんですけど、という感じですね。わかりません。そうですよね。はい、あのプロペラを見た感じというのはいかがでしたか。まあ、普通 の, あのよくあるような形でした。はい、ご自身の形と比べてというのはいや、よく似た感じだと思います。そうですか。はい、じゃあそんなにじゃあ大きく、まあ、あとはもう気温とか、はい、どうしていこうかなという感じぐらいで、はい、ご自身の近況のリズムというのはいかがでしょうか。まあ、エンジンなりにあのいいリズムだったと思います。はい、そうですか。それでは最後に今シリーズの意気込みをお願いいたします。はい、最後まで精一杯頑張ります。応援してください。桐生ドリーム戦4号艇佐藤大輔選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走地の玉川では優勝して今節ということですけれども、はいはい、近況リズムはいかがですか。そうです、まあ、悪くないと思います。はい、そうですか。さてあの昨日はちょっとね、前傾は水面も荒れた中でありましたけれども、うん、はい、そうですね。改めて今日乗ってモーター46号機雰囲気いかがですか。悪くないと思います。はい、そうですか。はい、あの特訓の感じというのはゴレースのメンバーの中ではいかがでしたか。まあ出てくって感じではないですね。でもまあなんか雰囲気はちょっと悪くないかなっていう感じです。それは大きなことをせずにまずは潜めということになりますかね。はい、桐生水面の印象というのはいかがですか。そうですね、前回こけて帰ってるんででもまあ結構好きな方だと思います。はい、今節は4日間の、ね、ショートシリーズとなります。はい、最後に今シリーズの意気込みをお願いいたします。はい、一生懸命頑張ります。お願いします。桐生ドリーム戦5号艇石田誠吾選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日は、ね、安定板がつく中でのタイム測定ということでしたけれども、改めて今日乗った感じというのはいかがですか。モーターの感触はあんまり良くはなさそうです。あ、そうですか。はい、特に気になった部分というのはどのあたりなんですか。ちょっと息足弱いかなっていう気はしたので、またプロペラでどうなるか作業したいと思っています。ターンの感じはそこはあんまり違和感はないと思ってますけど、レース行ってまたちょっと変わるかもしれないので、その辺また試運転して確認したいと思ってます。はい、桐生はあの、ね、2年ぶりということになりますけれども、はい、改めて桐生の印象というのはいかがですか。寒くてあの風さえ吹かなければ好きな水面なんで、はい、じゃあ今日ぐらいであればっていう感じですか。ギリギリですね。ギリギリで、はい、わかりました。近況のリズムとしては志田選手いかがですか。まあ良かったり悪かったりなんで、まあ、そのエンジンなりですね。はい、わかりました。今シリーズショートシリーズとなります。最後に今節の意気込みをお願いいたします。頑張ります。桐生ドリーム戦6号艇川上武選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の前回はちょっと、ね、風が強い中でありましたけれども、はいはい、改めて今日乗った感じ、足合わせの感じいかがでしたでしょうか。まあ普通ってとこですかね。そんなに、はい、なんか特別いいところはまだないかなというところです。そうですか。はい、ターンの感じとか体感面はどうでしょうか。その辺は悪くないと思いますので、もう少し上積みになってプロペラしたいと思います。はい、
今日は、ね、4レース等の、ね、2走ということになりますけれども、はい、まずこうプロペラをしっかりというところですか。そうですね、はい、あのペラからやりたいと思います。プロペラ その前走車の形というのはご覧ですか。僕の行きたい格好に近かったので、はいはい、あの微調整程度で大丈夫かなと思いますけど、はい、川上選手は近況のリズムとしてはいかがですか。あ、ちょっと最近ちょっと、自分自身乗れてないので、うん、ここからリズムつかみたいなと思ってきました。はい、分かりました。さあ、それでは最後に今シリーズの意気込みをもう一言お願いいたします。はい、ちょっと流れ悪いですけど、ちょっと精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。